イベント第1弾ご案内してまいりましょう。一本の道、プロレスの道、信じた道をただ一筋に歩き続けて30年。さあ、静かなトロシ、世界のジャイアント馬場選手がデビュー30周年を迎えます。さあ、ジャイアント馬場デビュー30周年特別試合の第1弾、ジャイアント馬場対アブドラゼブッチャー1球、日本武道館、馬場選手の入場であります。さあ、ジャイアント馬場、どういう思いでこの記念すべきブッチャー戦に挑むんでありましょうか。日本マッチ界での偉大なる功績を残しつつも、今も現役レスラーとして王道一人のジャイアント馬場選手、流れ去った歳月、そして歩き続けた歳月、険しい谷間がいくつもありました。しかし己の行く道がたった一つの道だと悟った時に、その一本の道はジャイアント馬場選手に不屈の力を与えたのであります。さあ、その馬場翔平、ジャイアント馬場、日本武道館へ今登場。ジャイアント馬場デビュー30周年特別試合の晴れ舞台、いい表情です。ジャイアント馬場選手堂々の入場。さあ、今度は大変だ。対戦者はアブドラゼブッチャーでありますが、入場の前にどうやらジャイアント馬場選手に花束の贈呈が行われるようであります。日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束がデビュー30周年記念特別試合、ジャイアント馬場選手に今贈られました。さあ、ジャイアント馬場デビュー30周年記念特別試合、第1弾の相手はアブドラゼブッチャー。ブッチャーのデビューは1958年プロレス入り、従いましてキャリア31年、ジャイアント馬場選手のキャリア1年を上回ります。さあ、そのアブドラゼブッチャーやってまいりました。ブッチャーの入場です。ブッチャーは1970年に発売以来、ジャイアント馬場選手のライバルとして名勝負を残しています。もちろんタイトル、それからベルトを掲げた試合も何度も対決していますが、今夜の記念カード実に8年ぶりのシングル対決。アブドラゼブッチャー、ワンジのようにランランと光る目、まず睨み合いから勝負が始まりそうであります。ジャイアント馬場デビュー30周年記念特別試合、両選手の紹介、60分の一本勝負です。勝負の黒い嵐、悪の追悼を誇りにしています。アブドラゼブッチャー、世界の巨人、輝かしい業績、すべてのプロレスファンが伝わっています。ジャイアント馬場登場。さあ、記念特別試合、しかも両者今ベルトを持っておりません。無冠同士、俺は悪の帝王という最高の称号を頂戴している。再び馬場を血の海に沈めるのが俺の役目と勝負を度外視しています、このアブドラゼブッチャー。そしてジャイアント馬場選手、今もなおこのファンの熱い声援を受けるたびに、ジャイアント馬場選手のファイティングスピリットが旺盛に旺盛に燃えかかるのであります。不屈の闘志、静かなる闘志、デビュー30周年、華やかなリングにジャイアント馬場が立ちます。ゴングが鳴った、60分一本勝負。さあ、この睨み合い、両者動きません。誠に味のある日本武道館のリング上、解説の竹内さん、はい、ジャイアント馬場選手のファイティングポーズ、アブドラゼブッチャーのファイティングポーズ、この間を見るだけでもお金を払った価値があるというファンがいますね。やっとこの名勝負が帰ってきましたね。帰ってきましたね。しかし竹内さん、重ねてお伺いしますが、馬場選手30周年記念特別試合、1シリーズに1戦ずつ行うんですが、最初の相手、すごい相手を選びましたね。まあ、世界を見渡してもですね、ブッチャーに勝るやっぱり馬場選手のライバルはいないですからね。そうですね。さあ、ゲストは全日本プロレス佐藤明夫選手です。さあ、両者、おっと、うまく右に逃げました。まだ一度も組み合いません。両選手、ジャイアント馬場、アブドラゼブッチャー。佐藤明夫選手は、この馬場選手が昭和47年の10月に全日本プロレスを旗揚げした当時から、この馬場選手と運命を共にしているわけでありますが、佐藤さん、この47年当時というのも、馬場選手は絶好調の時代、アブドラゼブッチャーも絶好調の時代でしたね。そうですね、日本プロレスから全日本プロレスに移りまして、はい、やっぱりもうその当初からブッチャーが全日本に参加したわけですよね。そうでしたね。で、一段とね、
あの磨きがかかって、もう馬場さんにガンガン向かっていったの覚えてますけどね。そうですね、あの昭和47年代に創設されたあの PWF ヘビー級の、ま、王座をかけた戦い、これは竹内さん、本当に壮絶を極めましたよね。すごい試合でしたね。さっき米沢だったと思うんですけどもね、非常にそのスリリングないい試合でしたね。そうでしたね。さあ両者力技の攻防から始まりました。ジャイアントババ、ご存知、おっと腕を取ったぞ、腕を取ったぞ、ジャイアントババ。さあ馬場選手はご存知、209センチ、現在135キロ、アブドラドブスカー186センチ、135キロであります。さあ腕を取りました。このままグランド展開に持っていくのか、渾身の力を込め、おっと地獄突き、喉に当たった。しかしストワークが華麗だ。今夜のジャイアントババ、馬場選手の太ももをご覧ください。生き返りました、ジャイアントババ選手の太もも、これです。素晴らしい足復活。日本武道館32門ロケット砲、本日復活という垂れ幕もかかっています。果たして竹内さん、32門ロケット砲打ちましたね。これは打って欲しいところですね。相手がブッチャーだけにですね、何が何でも打ってほしいですね。はい、アブドラ・ブッチャーも寝技で反撃いたしました。もちろんこの両者、ババ対ブッチャーは昭和40年代でありますけれども、あの伝統のインターナショナルヘビー級をかけても戦っていますが、ま、当時、これが地獄突きのアブドラ・ブッチャーの5本の指、バンテージ、ぐるぐる巻き、佐藤さん、当時はいわゆる公式戦というんでしょうか、タイトルマッチというんでしょうか、その時代、このジャイアントババ選手はブッチャーに一度も負けてないですよね。そうですね、僕は見てられるのは強くないんですけどね、はい、そうですね。竹内さん、この馬場選手がブッチャーに2つを取った試合というのは記憶ありますか？それは意外にですね、あのワールドリーグ戦では日本プロレスにありましたね。ありました。これのスタートの時にですね、47年だったと思うんですけどもね、開幕戦でぶつかった時にブッチャーがその火を使いましてね、それで馬場選手が目をやられて、そのピンホール負けを取られたことがありましたね。そうですか、覚えてますね。ああ、そういえば思い出しますね。恐ろしい光景でしたよね。あの時で火を使うと非常に異常に攻撃でしたからね。はい、どうこう戦っておりますのはアブドラ・ブッチャー、悪の恐怖であります。さあ、その辺り続き上げました、悪の勲章、現在の地位を潰したくはない。さあ、どんな戦いになるんでしょうか。まずは、ま、静かなる戦いと言っていいでしょう。ニヤッと笑いました。ジャイアント馬場選手、コンディションはいいようであります。おっと、両者が交差した。実際と日本が激しくぶつかり合う日本武道館、ものすごい声援。もう一回飛んだ、当たった、鈍い音、おっと、よろけたのはブッチャー。このファイティングポーズ、ジャイアントババ太ももが一回りました。太ももが一回りました。32門への対、16番への対、コナッツクラッシュへの対が光ります。ブッチャー、おっと、ちょっと地獄突き当たった。今度はもうバリエーションを変えます。もう一回地獄突き、ヘッドバッター、本流のプロレスを受け継いだジャイアント馬場、NWA 世界チャンピオンに竹内さん3度君臨してますね。それがですね、やっぱり馬場選手の大きなバックボーンですからね。はい、しかし今日は何かですね、まさにタイムスリップして10年前ぐらいに蘇ったような感じがしますね。本当そうですね。さあ、アブドラブッチャーの攻撃が、今続いております。さあ、アメリカ情報通の、おっと、ミニトリショップだ。それは開始さん、まずは右のショップ、もう一回ミニトリショップだ。さあ、流血戦になるか。うまくリズムを変え上げています。強弱のチョップ、そろそろ飛び上がって打つ、脳天から叫ばりもあるか。ギザギザの機体が割れてくるのか。アメリカ情報通の佐藤さん、このアブドラブッチャーですけれども、アメリカにもですね、いわゆる圧倒ファイターがゴロゴロいるんですが、やはり現在のあれですか、ブッチャーはインゼンタル、まあ、他の追従を許さない、この圧倒レスラーのトップですか。どうなんですか。そうですね、もう昔からスタイルも変わらない、はい、もう持てるものは何でも持って、殴れるものは何でも使うというような感じの、もう典型的な、やっぱりアメリカでもナンバーワン。そうですか、わかりました。さあ、足をうまく立つと、地獄突きを多用しています。さあ、サブラブッチャー、今度は喉からボディーのあたり、地獄突き、エルボー落としたぞ。さあ、そのままガッツリと135キロ、左右を預けました。これを関東ワンで跳ね返しました。馬場選手のコンディションいいようです。さあ、相手を見失うか、ジャイアント馬場。さあ、そっちじゃない、こっちだ。さあ、これ正面に、アブドラブッチャーがいる。さあ、竹内さん、デビュー30周年と簡単に言いますけれども、馬場選手ならではの功績ですね。そうですね、やっぱりいろんな業績を作ってきましたしね、やっぱり まさに馬場選手の30年はですね、戦いの歴史でしたからね。そうでしたね。
しかも馬場選手が竹内さん、さっき本当に偉いなと思うのは、自分の輝かしい戦績をですね、こういった話題にはほとんど先触れないですね。そういうことですね。さあ、得意の川が落としか、さあ、川が落としか、どうだ、バックからの攻撃、ガッチリと顔面、喉のあたりに、ジャイアント馬場選手の太い腕が食い込んでいる、なんとか、ハグに入りますね、川津だけ、川津だけからドーンと後ろに飛ばして落とした、川が落とし、そして腕をしっかりと掴んでいるの、で次、逆十字の体勢、関節攻撃、馬場、長いコンパスを利用しています。さあ、これがジャイアント馬場選手の攻撃であります。しっかりと入っています。腕ひぎ逆十字の体勢になりました。非常に馬場選手は常々、ね、謙虚な姿勢を保っているんですけれども、まさにこの黙々と、そして重厚に、そういう感じが非常にプロレスさんの心に染み渡っております。そのあたりが馬場選手の人気が衰えない理由でしょうかね、竹内さん。当然そうですね。この攻めにしてもですね、川坂の腕ひぎもやっぱり一方は非常にうまいですね。あ、本当ですね。グランドでの展開になりましたが、アブドラブッチャー、さあ、それを振りほどしました。さあ、まだ両者流血がありません。この選手、アブドラブッチャーであります。見た、見たともらいます。武器の、あー、狂気、見た、私は見た。黒いシューズ、右のシューズでしたね。右のシューズに狂気が入っている。ババスがついておりません。さあ、正面からまとめに突っ込んでいくと、ゴーンと飛んでいった。ゴロへ飛んできた、狂気。いや、白いものだ。白いものだ。狂気です。そして、胴の中に入れました。発して、今度は、なんだ、正面からガッチリと喉を突き出す。喉への攻撃であります。アブドラのブッチャーであります。初のファイターナンバーワン。世界ナンバーワンの座を譲っておりません。さあ、ロープを手にしたのは、今度はジャイアント馬場ということになりました。今夜の対決、ジャイアント馬場デビュー30周年特別試合であります。60分の一本勝負。やはり、武井さん、狂気を持ち込んできましたね。来ましたね。しかもその後の噛みつきですからね。はい、さあ、小馬選手、全く動けなくなりました。黒山のカメラマン、あーっと、やはりさっきの地獄、それから小鈴木、これで馬場選手の試合がざっくりと切れました。そうそう、ジャイアント馬場デビュー30周年特別試合、流血の対決か、また調子が手に入ってるぞ、調子が手に入ってるぞ、また危ない、また危ない、正面を向いたらダメだ、危ない、頭を下げた、また、はいはい、ざっくり。佐藤さん、はい、相変わらず激しい攻撃ですね、ブッチャーは。やはりブッチャーもこれがなきゃお客さんも喜びませんね。そうでしたね。竹内さん、ブッチャーが狂気を使い出すのは何年頃からですか。そうですね、発売日の時からですね、何か狂気らしきものは持ってましたね。発売日の時からですか。持ってましたね。なるほど。その後ですね、フォークのようにエスカレートしてたので、でもテリーファンクとの報道からですね。そうですね。さあ、ジャイアントババ、対応切られました。連日、連夜の勝負で、馬場選手にとっても、まさにこの試練な今年でありますけれども、さあ、しかし、馬場選手が下を切られたのは、竹内さん、ちょっとしばらくの間見てなかったですね。全く見てませんね。さあ、猛烈に前に出てまいります、アブドラブッチャー。さあ、今度もガッチリと、最後のヘッドリックを取りました。さあ、流血しております、ジャイアント馬場でありますが、この辺りからスタミナがちょっと心配であります。ちょっと動きが、朦朧としてまいりました。そして、被災の血が目の中に入るんでありましょうか。さあ、おっと、頑張ってる。馬場、ロープを整理している。また地獄の血だ。ロープを整理しているが、まずロープのリバウンドを利用しています。さあ、また正面から攻撃。一歩バックステップ。落ちてきた。どちら、16の、どうだ。ブロックしていません。当たっています。さあ、馬場がここから。さあ、非体制の回復を見せるかどうか。10分が経過いたしました。佐藤さん、はい、久しぶりで見るジャイアント馬場選手の敗者ぶりどうです。びっくりしてますね。びっくりしてる、はい、このシリーズね、最初からずっと試合前の練習でね、かなりあのぶっちゃい用にナンバーワンが集中してるんですよ。だから今日それが出るかどうか自分は楽しみにしてるんですけど、まさか佐藤さん、完全にも人間ロケット砲じゃないでしょうね。どうですかね。人間チャンスがあれば狙っていくんじゃない。チャンスがあれば狙う。そうでした。わかりました。ジャイアント馬場選手、さあ、脚力が打ち返ってまいりました。ひょっとしたら、さあ、彼の日本武道館の臨時場で、完全にも人間ロケットを打てるか、どうだ、まずは強力も、ダメ、当たりません。地獄抜き、エルボー、バカ振り、本当に危ない。馬場選手、流血であります。さあ、馬場が膝をついた。アルバロブッチャーも立ち上がってきた。さあ、記録の勝負。さあ、今度は逆水平。脳天に打った、タイム打った。アブドラブッチャーも流血になるのかどうか。頭を取った。さあ、もう一回、脳天チョップ。
ジャンプして脳天からたけ割りが欲しい。いったぞ、体当たり、これでアタックル、アブドラドブッチャー、頭が前に飲めた。歯を食いしばる、ジャイアントだ、開脚戦場に離れた、なんとかジャンニングネットブリーがドロップだ。おっと、正面から、正面から、ジャンニングネットブリーがドロップですね、竹内さん。狙いましたね。狙いましたけど、ちょっと、佐藤さん。やっぱりこれ、さっきの16問を使った時にですね、はい、互いにもっとよく来てますよ。なるほど、なるほど。アブドラブッチャーが右にシューッと飛びました。さあ、両者、ファイティングポーズを取った。空手のパフォーマンスがあるのか。アブドラブッチャーの才能を割れました。さあ、大重脚の、さあ、大重脚のもう一回、ネットブリーカードラップ。さあ、ブラックボードを狙うためのパーフェクトに決まった。NWA、スタンドオーバーについた技がこれです。ブッチャーが行きました。ブッチャーの一発ではつきません。さあ、ネックブリーカードラップを出してきたぞ。さあ、その後は殺人フルコース、ジャイアントババの本当の本当の殺人フルコースは32問人間ロケット砲だ。さあ、まず起動します。このジャイアントババで、さあ、32問の伝統、日本武道館、32問、32問と叫んでいます。お聞きください。さあ、ババの耳に入っているところがですね、竹内さんね。そうですね、また狂気を手にしています。また狂気を手にしています。これは絶対に自然接客ではなりません。ババ選手がどうやら黒いものをちらっと固めて見たようです。気がついたようです。気がついたようです。さあ、ババが気がついたようです。必死でこの狂気をもぎ取ろうと取ります。ババの手に入った、ババの手に入った。どうなったら目に雨を。悪には悪をといったところでしょう。さあ、ババの顔面クルトさんを待っております。もう一回顔面に来た。今度は首長いフライングレア、あっという間にババを目指します。そしてまた毒針、毒針を打った。カウントが続きます。アブドラブッチャー、危ない。そしてババ選手、カウントもう本当に寸前で跳ね抜けました。これだけの力がしかしババ選手残ってるんですよね。大変な感じですね。今日は一旦上樋口の手元に、渡されました。さあ、ババとアブドラブッチャーであります。流血の両選手、ババがロープに飛んだ。なんでいくか。もう一回ショルダータックル、タックルはアブドラブッチャーの勝ち。ブッチャーが位置を確認、ブッチャーが位置を確認。いい体勢です。踏み込んだ、エルボードラップ、毒針、これ爆発、どうだ、危ない。この過去の両者の対決はもう何百回も対決しております。何戦も対決しておりますが、勝利者が勝っている方はもちろんジャイアントとか、それと同じぐらいに両者リングアウトの数が多い。そして今夜の流血試合もしばしばありました。しかし今夜は両者無冠での対決。今日は勝ちたい両者、今日は勝ちたい両者。さあ、もう一回ブッチャーがボディースラムか、叩き落とした。すごい、135キロを叩き落とした。ブッチャー、また、また後ろにバックステップして天井を向いて数えて数えて、エルボーは失敗。うまく読んだ、またうまく読んだ。さあ、今度はババの攻撃だ。なんでいくか、なんでいくか。ババの痛快技が見たい。16問、これから脳天、体代わり、体ステップ。32問ロケット、ジャイアントスイングもある、ヤシの実ありもある。あっと、また、またボタンを打ったら、今度はバックドロップ、乗ってきたら、2メーター9センチの急降下バックドロップから、今度は2クラッシャーか、おーっと、足を取って後ろに投げ返した、そのまま後頭部が上がっている、思い切って抑え込んだ、カウント3、カウント3です、カウント3です。サイドに投げ落としましたね。ピッチャーの体重がやや後ろに移行させるような形で強引に投げ落としましたね、はい、最後の佐藤さん、フィニッシュは本来のニークラジの体重から一方にバックドロップ行きますよね。なるほど、あれを狙ったんだと思いますけど、なるほど、体重ありますからね、はい、そうですね。アブドラブッチャー対ジャイアントババ、ジャイアントババ選手が、ピッチ体制の足折りのバックドロップで、勝利を得ました。さあ、怒ったのが収まらないのがこのアブドラブッチャー。さあ、全日本プロレスの高野がやってまいりました。長野もやってまいりました。石もいる、小橋もいる。さあ、八つ当たりだ。番外編が始まっています。さあ、勝った、勝った。ジャイアントババ、14分37秒の勝負。最後は笹海老頭に取っておりますが、敗れたこの八つと、またジャイアントババ選手の首に、もう、本心の力を感じまして、この流血の症状で、ジャイアントババの喉元を締め付けております。このアブドラザブッチャーであります。ジャイアントババ選手のデビュー30周年記念特別試合というのは、1シリーズ1戦の記念試合として行われるんですけれども、今後竹内さん、向こう1年間にわたって、行われるようですね。どんな相手がですね、やっぱり対戦としては候補に上がってくるか、非常に楽しみですね。そうですね。まさにこのジャイアントババ選手の偉業を支えるに、ふさわしい好企画かと思いますが、勝負を具合切って、アルバルブッチャーのマーター、後のファイトが始まりました。勝負は14分37秒。
足寄りのバックドロップをサイドに見事に落としまして、ジャイアントバブがアブドラブッチャーを一新した勝負でありましたけれども、収まらないのがこのアブドラバブッチャーであります。収まらないのがアブドラバブッチャーでありますが、ブラックパワー軍団に促されまして、どうやら控室の方に戻りつつありますが、まだリングサイドからなかなか離れようとしません。さあ、竹内さん、今夜のジャイアントボール選手記念試合ですけれども、いろいろな技を出してくれましたね。そしても最後はですね、やっぱり格好を変えていましたね、足寄り式のバックドロップ、やっぱり上手い形でいいフィニッシュを見せてくれましたね。そうでしたね。さあ、佐藤さんも、まあ、いろいろな考えが宿るかと思いますけれども、全日本プロレスを旗揚げした時からこのジャイアントボール選手と一緒に運命を共にした佐藤昭雄選手、どうですか、今夜のジャイアント馬場選手の勝負。やっぱり馬場さん本来のあの忍んで気を作っていうんですかね、決して速い技とかね、細かい技は使いませんけども、じっくり時期を見て、勝負をかけるっていう本来の姿じゃないですかね。ああ、なるほどね。竹内さん、馬場選手のいわゆるこの、なんて言うんでしょうかね、まあ、頂点に立ったこの技というんでしょうか。これはアブドラブッチャーです。悔しいんですね。マイクロフォンを叩きつけています。さあ、何かアブドラブッチャーがアピールを行うのかどうか、まだリングサイドからなかなか立ち去ろうとしません。さあ、放送席に、アブドラブッチャーがやってまいります。アブドラブッチャーが放送席にやってまいります。大充血。さあ、まだ日差し目がしばしています。そのアブドラはブッチャーであります。まだ日がしばしています。さあ、まだ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 戦闘能力は十分にあると、そういうような表情でアブドラブッチャー場内を一周しておりますが、どうでしょうね、この記念すべき、まあ、記念試合で敗れたアブドラブッチャーとしては、もう一回ジャイアント馬場選手に挑むような気持ちを持ってるんでしょうかね。それは十分にあるでしょうね。そうでしょうね。まあ、日本武道館の晴れの舞台、ジャイアント馬場選手、まさに初公開の足を打ってるバックドロップ、アブドラブッチャーを一周した14分37秒の戦い模様でしたけれども、さあ、番外編、これがアブドラブッチャーの表情であります。まだまだ。戦えるという表情をしてますね。やっぱりこの結果には納得できないようですね。そうですね。果たしてもう一度ジャイアント馬場対アブドラドブッチャーの、まあ、因縁の宿敵同士、ライバル同士の対決でありますけれども、もう一度対決があるのかどうか。さあ、おめでとうジャイアント馬場選手と言いましょう。今日本放送の席に笑みを漏らしまして、今ファンにアピール、本当にご苦労さんです。ジャイアント馬場選手デビュー30周年記念特別試合、まだ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 馬場選手にこれまで竹内さん、試練は続いていくわけですよ。これからの1年間が楽しみですね。そうですね。記念特別試合は1シリーズに1戦ずつ行われるということでありますけれども、全勝で乗り切ってほしいと思っております。ジャイアント馬場選手デビュー30周年記念特別試合第1弾アブドラドブッチャー戦、14分37秒最後は片襟固め、ジャイアント馬場がアブドラドブッチャーを下した試合でございました。アブドラブッチャーのファイティングポーズ、この間を見るだけでもお金を払った価値があるというファンがいますね。やっとこの名勝負が帰ってきましたね。帰ってきましたね。しかし竹内さん、重ねてお伺いしますが、馬場選手30周年記念特別試合1シリーズに1戦ずつ行うんですが、最初の相手、すごい相手を選びましたね。まあ、世界を見渡してもですね、これブッチャーに勝るやっぱり馬場選手のライバルはいないですからね。そうですね。さあ、ゲストは全日本プロレス佐藤昭雄選手です。さあ、両者、おっと、うまく右に逃げました。まだ一度も組み合いません、両選手。ジャイアント馬場、アブドラザブッチャー。佐藤昭雄選手は、この馬場選手が、昭和47年の10月に全日本プロレスを旗揚げした当時から、この馬場選手と運命を共にしているわけでありますが、佐藤さん、この47年当時というのも、馬場選手は絶好調の時代、アブドラザブッチャーも絶好調の時代でしたね。そうですね、日本プロレスから全日本プロレスに移りまして、はい、やっぱりもうその当初からブッチャーが全日本に参加したわけですよね。そうでしたね。で、あの一段とね、あの磨きがかかって、もう馬場さんにガンガン向かっていったの覚えてますけどね。そうですね。あの昭和47年代に創設されたあの PWF ヘビー級の、ま、王座をかけた戦い、これは竹内さん、本当に壮絶を極めましたよね。すごい試合でしたね。さっき米沢だったと思うんですけどもね、非常にそのフィルディングのいい試合でしたね。そうでしたね。さあ、両者力技の攻防から始まりました。ジャイアントババ、ご存知、おっと腕を取ったぞ、腕を取ったぞ、ジャイアントババ。さあ、ババ選手はご存知、209センチ、現在135キロ、アブドラドブッチャー186センチ、135キロであります。さあ、腕を取りました。このままグランド展開に持っていくのか、渾身の力を込め、おっと、地獄突き、喉に当たった。しかし、ストワークが華麗だ、今夜のジャイアントババ。ババ選手の太ももをご覧ください。1回りました、ジャイアントババ選手の太もも。これです。素晴らしい足復活、日本武道館32門ロケット砲、本日復活、
そういう垂れ幕もかかっています。果たして竹内さん32万ロケットを打ちますかね。これは打って打ちいいところですね。相手はブッチャーだけにですね、何が何でも打ってほしいですね。はい、アブドラ・ブッチャーも寝技で反撃いたしました。もちろんこの両者、ボバ対ブッチャーは昭和40年代でありますけれども、あの伝統のインターナショナルヘビー級をかけても戦っていますが、まあ、当時、これが地獄好きのアブドラ・ブッチャーの5本の指、バンテージ、ぐるぐる巻き、佐藤さん、当時はいわゆる公式戦というんでしょうか、タイトルマッチというんでしょうか、その時代、このジャイアント馬場選手はブッチャーに一度も負けてないですよね。そうですね、僕は見てられるのは強くないんですけどね。はい、そうですね。竹内さん、この馬場選手がブッチャーに企画を取った試合っていうのは記憶ありますか？それは意外にですね、ワールドリーグ戦で日本プロレスにありましたね。ありました。これのスタートの時にですね、47年だったと思うんですけどもね、はい、開幕戦でぶつかった時にブッチャーがその火を使いましてね、それで馬場選手が目をやられて、そのピンホール負けを取られたことがありましたね。そうですか、覚えてますね。ああ、そういえば思い出しますね。恐ろしい光景でしたよね。あの時でやっぱり気を使うというのは非常に恐怖攻撃でしたからね。はい、ドープを戦っておりますのはアブドラブッチャー、悪の恐怖であります。さあ、一言で続き上げました。悪の緊張、現在の地位を潰したくはない。さあ、どんな戦いになるんでしょうか。まずは、静かなる戦いと言っていいでしょう。ニヤッと笑いました。ジャイアント馬場選手、コンディションはいいようであります。この後両者が到着した実際と日本が激しくぶつかり合う日本武道館、ものすごい、ものすごい声援。もう一回飛んだ、当たった、鈍い音。おっと、よろけたのはブッチャー。このファイティングポーズ、ジャイアント馬場、太ももが1回ありました。太ももが1回ありました。32万円への対、16万円への対、コナッツクラッシュへの対が光ります。ブッチャーも、おっと、ちょっと、ひざ向けて当たった。今度は、バリエーションを変えます。イベント第1弾、ご案内してまいりましょう。日本の道、プロレスの道、信じた道をただ一筋に歩き続けて30年。さあ、静かなトロシ、世界のジャイアント馬場選手がデビュー30周年を迎えます。さあ、ジャイアント馬場デビュー30周年特別試合の第1弾、ジャイアント馬場対アブドラブッチャー1級、日本武道館、馬場選手の入場であります。さあ、ジャイアント馬場、どういう思いでこの記念すべきブッチャー戦に挑むんでありましょうか。日本マッチ界でも偉大なる功績を残しつつも、今も現役レスラーとして王道一人のジャイアント馬場選手。流れ去った歳月、そして歩き続けた歳月、険しい谷間がいつもありました。しかし、己の行く道がたった一つの道だと悟ったときに、その一本の道はジャイアント馬場選手に特別な力を与えたのであります。さあ、その馬場翔平、ジャイアント馬場、日本武道館へ、今登場。ジャイアント馬場デビュー30周年特別試合の晴れ舞台。いい表情です、いい表情です。ジャイアント馬場選手堂々の入場。さあ、今度は大変だ。対戦者はアブドラブッチャーでありますが、入場の前にどうやらジャイアント馬場選手に花束の贈呈が行われるようであります。日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束がデビュー30周年記念特別試合、ジャイアント馬場選手に今贈られました。さあ、ジャイアント馬場デビュー30周年記念特別試合、第1弾の相手はアブドラブッチャー。ブッチャーのデビューは1958年プロレス入り、従いましてキャリア31年、ジャイアント馬場選手のキャリア1年を上回ります。さあ、そのアブドラブッチャーやってまいりました。ブッチャーの入場です。ブッチャーは1970年に発売以来、ジャイアント馬場選手のライバルとして名勝負を残しています。もちろんタイトル、それからベルトを掲げた試合も何度も対決をしました。今夜の記念カード、実に8年ぶりのシングル対決。アブドラブッチャー、ワンジのようにランランと光る目、まず睨み合いから勝負が始まりそうであります。ジャイアント馬場デビュー39年記念特別試合、両選手の紹介。60分の一般勝負です。ラウンドは32日本のアブドラブッチャー、勝負の黒い嵐、悪の緊張を誇りにしていますアブドラブッチャー。32日本のジャイアント世界の巨人、輝かしい業績、全てのプロレスファン
ます。ジャイアントババ登場。さあ記念特別試合、しかも両者今ベルトを持っておりません。無冠同士、俺は悪の帝王という最高の称号を頂戴している。再び馬場を血の海に沈めるのが俺の役目と勝負を度外視しています、このアブドラドブッシャー。さあそしてジャイアント馬場選手、今もなおこのファンの熱い熱い声援を受けるたびにジャイアント馬場選手のファイティングスピリットが旺盛に旺盛に燃えかかるのであります。不屈の闘志、静かなる闘志、デビュー30周年、華やかなリングにジャイアント馬場が立ちます。ゴングが鳴った、60分完勝。さあこの睨み合い、両者動きません。誠に味のある日本武道館のリング上、解説の竹内さん、はい、ジャイアント馬場選手のファイティングポーズ、竹内さん、狂気を持ち込んできましたね。やっぱり出しましたね。しかもその後の噛みつきですからね、はい。さあ馬場選手全く動けなくなりました。黒山のカメラマン、あーっとやはりさっきの地獄、それから小続き、これで馬場選手の視界がざっくりと切れました。そうそう、ジャイアント馬場デビュー30周年特別試合、流血の対決か。また長期が手に入ってるぞ、長期が手に入ってるぞ。また危ない、また危ない、正面を向いたらダメだ、危ない危ない、頭下げた、また危ない、ざっくり。佐藤さん、はい、相変わらず激しい攻撃ですね、ブッチャーは。やはりブッチャーもこれがなきゃお客さんも喜びませんね。そうでしたね。竹内さん、ブッチャーが狂気を使い出すのは何年頃からですか。そうですね、発売日光ですからですね、何か狂気らしきものは持ってましたね。発売日光ですからですか。持ってましたね。なるほど。その後ですね、あのフォークのようにエスカレートしてたので、全部テリーファンとの交渉からですね。そうですね。さあ、ジャイアントババ、対応切られました。対応切られました。連日、連夜の勝負で、馬場選手にとっても、まさにこの試練な今年でありますけれども、さあ、しかし、馬場選手が下を切られたのは、竹内さん、しばらくの間見てなかったですね。さっき見てませんね。さあ、猛烈に前に出てまいります、アブダラドブッシャー。さあ、今度もがっちりと、最後のヘッドリックを取りました。さあ、流血しております、ジャイアント馬場でありますが、この辺りからスタミナがちょっと心配であります。ちょっと動きが、朦朧としてまいりました。そして、額の血が目の中に入るんでありましょうか。おっと、頑張ってる。馬場、ロープを整理している。また地獄的だ。ロープを整理しているが、うまくロープのリバウンドを利用しています。さあ、また正面から攻撃。一本バックステップ。はい、久しぶりで見るジャイアント馬場選手のファイトぶりどうです。びっくりしてますね。びっくりしてる、はい、このシリーズね、最初からずっと試合前の練習でね、かなりあのぶっちゃ用にナンバーワンを集中してるんですよ。だから今日これが出るかどうか自分は楽しみにしてるんですけど、まさか佐藤さん、単純にも人間ロケット砲じゃないでしょうね。どうですかね。人間チャンスがあれば狙っていくんじゃないですか。チャンスがあれば狙う。そうでした、わかりました。ジャイアント馬場選手、さあ脚力が打ち返ってまいりました。ひょっとしたら、さあ派手の日本武道館の臨時場で完全にも人間ロケットを出るか。どうだ、まずは16号、あーダメ、当たりません。地獄口、エールバー、バカフリ、危ない、本当に危ない、馬場選手流血であります。さあ馬場が膝をついた、アルバロドッチャーも立ち上がってきた。さあ記録の勝負、さあ今度は逆水平、同点に打った、一回に打った、アブドラドブッシャーも流血になるのかどうか。頭を取った、さあもう一回脳天ショップ、ジャンプして脳天空竹割りが欲しい、いったぞ、体当たり、ショルダータックル、アブドラドブッシャー頭が前に飲めた。さあ歯を食いしばる、ジャイアントと対角線上に離れた、なんとかランニングネットブリーがドロップだ。おっと正面からランニングネットブリーがドロップですね。竹内さん、狙いましたね。狙いましたけど、ちょっと佐藤さん、右の方にかわしましたね。やっぱりこれ、さっきの16号を使った時にですね、お互いにもっとよく振ってますよ。なるほど。アブダラドッチャーが右にシューッと飛びました。さあ、両者、ファイティングポーズを取った。空手のパフォーマンスがあるのか。アブダラドッチャーの才能割れました。さあ、大流血のもう一回、ネットブリーカードロップ。さあ、ブラックパドル、メガシャルがパーフェクトに決まった。NWA、ハンド、オーバーについた技がこれです。ドッチャーが行きました。やはりブッチャーの一発ではつきません。さあネックブリーカードラップを出してきたぞ。さあその後は殺人フルコース、ジャイアントババの本当の殺人フルコースは32の人間ロケット砲だ。さあまず起動します、このジャイアントババ、32の連勝、
日本武道館32門32門と叫んでいます。お聞きください。さあ、どもの耳に入っているかどうかですね、酒井さんね。そうですね、また狂気を手にしています。また狂気を手にしています。これは絶対地面接着ではなりません。馬場選手がどうやら黒いものをちらっと固める見たようです。気がついたようです。気がついたようです。さあ、馬場が気がついたようです。必死でこの狂気をもぎ取ろうと取ります。馬場の手に入った。馬場の手に入った。どうなったら目に当てよう。悪には悪をといったところでしょう。さあ、馬場の顔面鋭さを待っております。もう一回顔面に来た。今度は首長いフライングレア。あっという間に馬場を目指します。そしてまた毒針、毒針を打った。カウントが続きます。アウトを打った。カウント、馬場選手カウント、もう本当に寸前で跳ね抜けました。これだけの力がしかし馬場選手残ってるんですよね。大変な感じですね。狂気は一旦上樋口の手元に、渡されました。さあ、馬場とアブドラルブッチャーであります。流血の両選手、馬場がロープに組んだ。なんでいくか。もう一回ショルダータックル。タックルはアブドラルブッチャーの勝ち。ブッチャーが位置を確認。ブッチャーが位置を確認。いい体勢です。あー、踏み込んだ。エルボードラップ、毒針、これ爆発、どうだ、あばーし。この過去の両者の対決はもう何百回も対決しております。何戦も対決しておりますが、勝利者が勝ってる方はもちろんジャイアントとか、それと同じぐらいに両者リングアウトの数が多い。そして今夜の流血試合の起爆がありました。しかし今夜は両者無冠での対決。今日は勝ちたい両者、今日は勝ちたい両者。さあ、もう一回ブッチャンがボディースラムか。叩き落とした。すごい130キロ叩き落とした。ブッチャン、また後ろにバックステップして天井を向いて数えて数えて、エルボーアップスタイル。うまく読んだ。ババうまく読んだ。さあ、今度はババの攻撃だ。なんでいくか、なんでいくか。ババの痛快技が見たい。16問それから猛点体代わり体チップ。32問ロケット、ジャイアントスイングもある、足の見合いもある。やっとまたアブドラブッチャーだ。今度はバックドロップ。もしかしたら、2メーター修正しろ。急降下バックドロップから、今度は2クラッシャーか。おーっと、足を取って後ろに投げ返した。そのまま後頭部が上がっている。思い切って抑え込んだ。カウント3だ。カウント3です。カウント3です。サイドに投げ落としましたね。ピッチャーの体重ですね、やや後ろに移行させるような形で強引に投げ落としましたね。はい、最後の佐藤さん、フィニッシュは本来のニュークラスの体重から一応にバックドロップ行きますよね。なるほどあれを狙ったんだと思いますけど、なるほどね、体重ありますからね、はい、そうですね。アブドラブッチャー対ジャイアントババ、ジャイアントババ選手が、ピッチ体制の足折りのバックブロックで、勝利を得ました。さあ、怒ったのが収まらないのがこのアブドラブッチャー。さあ、全日本プロレスの高野がやってまいりました。長野がやってまいりました。菊もいる、芝木もいる。さあ、八つ当たりだ。番外編が始まっています。さあ、勝ったジャイアントババ14分37秒の勝負。最後は笠井美里様に取っておりますが、敗れたこの八幡、またジャイアントババ選手の首にもう本心の力を込めて、この流血の症状でジャイアントババの喉元を締め付けております。このアブドラブッチャーであります。ジャイアントババ選手のデビュー30周年記念特別試合というのは、1シリーズ1戦の記念試合として行われるんですけれども、今後竹内さん、向こう1年間にわたって、行われるようですね。ですから、そんな相手がですね、やっぱり対戦相手としては候補に上がってくるか、非常に楽しみですね。そうですね、まさにこのジャイアントババ選手の偉業を支えるにふさわしい好企画かと思いますが、勝負を具合切ってアブドラブッチャーのまたのファイトが始まりました。もう一回地獄的ヘッドバッター、猛攻ブッチャー、ブッチャーが来た。毒針かい、ヘッドバッターが毒針。ジャイアントババ栄光の30年、力道山亡き後本流のプロレスを受け継いだジャイアントババ NWA 世界チャンピオンに竹内さん3度君臨してますね。それがですね、やっぱり馬場選手の大きなバックボーンですからね。はい、しかし今日は何かですね、まさにタイムスリップして10年前ぐらいに蘇ったような感じがしますね。本当そうですね。さあ、アブドラブッチャーの攻撃が、今続いております。さあ、アメリカ情報通の、おっと、ミニトリショップだ。そのまま返した。まずは右のショップ、もう一回ミニトリショップだ。さあ、流血戦になるか。さあ、うまくリズムを変え上げています。強弱のチョップ、そろそろ飛び上がって打つ。脳天から竹針もあるか。第7期待が割れてくるのか。アメリカ情報通の佐藤さん、このアブドラブッチャーですけれども、アメリカにもですね、いわゆる悪党ファイターがゴロゴロいるんですが、やはり現在の場合ですか、ブッチャーは隠然たる、他の追従を許さない、
このアクトレスラーのトップですか。どうなんですか。ね、もう昔からスタイルも変わらない、はい、もう持てるものは何でも持って、殴れるものは何でも使うっていうような感じの、もう典型的な、やっぱりアメリカでもナンバーワン。そうですか、わかりました。さあ、足をうまく使って地獄突きを多用しています。さあ、サーブラムした今度は喉からボディーのあたり地獄突き、エルボー落としたぞ。さあ、そのままガッツリと135キロ左右を上げました。これを関東ワンで跳ね返しました。馬場選手のコンディションいいようです。さあ、相手を見失うかジャイアンツ馬場。さあ、そっちじゃない、こっちだ。さあ、これで正面にアブドロブッチャーがいる。さあ、竹内さん、デビュー30周年と簡単に言いますけれども、馬場選手ならではの功績ですね。そうですね、やっぱりいろんな業績を作ってきましたしね、やっぱり まさに馬場選手の30年はですね、戦いの歴史でしたからね、はい、そうでしたね。しかも馬場選手が、竹内さん、本当に偉いなと思うのは、自分の輝かしい戦績をですね、これを言った話題にはほとんど先触れないですね。そういうことですね。さあ、得意の川が落とした。さあ、川が落とした。どうだ。バックからの攻撃。ガッツンと顔面、喉のあたりにジャイアントバウンド選手の太い腕が食い込んでいる。いいですか。ハグに入りますね。川津だけからドーンと後ろに飛ばして落とした。川が落とし、そして腕をしっかりと掴んでいるよ。で、次、逆十字の体勢、関節攻撃、5番。長いコンパスを利用しています。さあ、これがジャイアント馬場選手の攻撃であります。しっかりと入っています。腕引き逆十字の体勢になりました。非常に馬場選手は常々謙虚な姿勢を保っているんですけれども、まさにこの黙々とそして重装に、そういう感じが非常にプロレスさんの心に染み渡っております。そのあたりが馬場選手の人気が衰えない理由でしょうかね。竹内さん、当然そうですね。この攻めに行ってもですね、川塚からこの腕引きゲームはやっぱり一方は非常にうまいですね。あ、本当ですね。グランドでの展開になりましたが、アブドラブッチャー、さあ、それを振りほどしました。さあ、まだ両者流血がありません。この選手、アブドラブッチャーであります。見たってもらいます。武器の、あー、投球見た、馬場が見た。黒いシューズ、右のシューズでしたね。右のシューズに狂気が入っている。馬場気がついておりません。さあ、正面からまともに突っ込んでいくと、ゾーンと飛んでいった。ゾーンへ飛んできた、狂気。いや、白いものだ、狂気です。そして胴の中に入れました。走って、今度は、なんだ、正面からがっちりと喉を飛ばす。喉への攻撃であります。アブドラのブッチャーであります。初のファイターナンバーワン。世界ナンバーワンの座を譲っておりません。さあ、ロープを背にしたのは、今度はジャイアント馬場ということになりました。今夜の対決、ジャイアント馬場デビュー30周年特別試合であります。60分の一本勝負。やはり